今日はプレーオフなしだ、うち。残念、アウト。奥口さん、今プレジでしたっけ？どうなんですか、プレジは。本当ですか？寂しいですね。何がそうですね。チャレンジ。チャレンジ。ありますね。僕たち全敗ですけど、まあ、ほぼ全敗。合体すればいいんじゃないですか。しますね。監督眺めるですね。育ちよ。多分もっと多分弱くなる可能性が高いです。いいっすよ。いいよ。いや、ダメって言われて。いや、いいっすよ。あ、安城さんですか？はい。菊池さん。え、なんで？なじ。集まんなかった。時間何時ですか？いや、大きいんだから。え？でも、セカンドならオーバーイフンじゃない。いや、うちらその日予定まだ決まってないんで。キープは無理。その日まで予定決まってないですよ。楽しくやりたいときだね。楽しくやりましょう、うちらと。うちらと楽しくやりましょうよ。まだ0対0、もうすぐ3分、まだ0対0、やばい、次最後勝たないと2位通過ができない、勝てば2位通過ができないですかね。今日はもうプレーオフじゃなくて順位決定戦です。1対2、はい、1対2の、そうですね、プレーオフやる時間ないんで今日は。はい、まだ0対0、あんまないっすよ。あ、惜しい。今日はなんか体調不良で一人3時間前ぐらいに。いや初めてのやつ。体調不良じゃないですよ。残念。日焼けの方がいいんですか、僕らにとっては。そうっすね、多分。あと2分、あと2分、12% ぐらいだと思います。それはない。いや、一桁は絶対ない。あります。一桁は絶対ない。一桁は絶対ない。絶対ありますよ。一桁は絶対ない。絶対。絶対それはない。いや。二桁はない。絶対ある。だって俺お菓子めっちゃ食うもん。そんなん関係ない。最近甘くてないけど。絶対ない。これで二桁だったらもう世界終わるみたいな。
危ない。あ、大丈夫ですか。大丈夫か。大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫。その吉川さんのやつよりは大丈夫。あの後できたの。いや結局吉川たち。あの後いやもうプレーできませんでしたよ。あの日帰れた。帰りましたよ。次の日はやりました。やったんです。ああ、いや、痛かったですけどね、2日ぐらい。そう、姿勢も出た。0対0。